やってきました。旅とカレーと音楽の店、カレー&ドリンク、じゃーん。こんにちは。こんにちは。俺のランチおじさんだよ。はい、店内雰囲気はこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。すごい、これはなんだ、ドラムセット的な。すごいね、すごいね。ね、カウンターがあってね、おしゃれな雰囲気でございます。独特の世界観、すごいね、こだわりが。あ、ランチメニューありがとうございます。本日のカレーが、はい、他にも書いてあるんですけど、ポークビンダルってちょっと辛めのカレーじゃないですか。あの、はい、辛くないのはどれですか。バターチキンカレー。バターチキンカレーね、うん、バターチキンカレーだけですか、辛くないの。辛くない、まあ、でもそこまで辛いのが苦手でなければ。あ、そこまで苦手です。そこまで苦手です。だと、ね、バターチキンが。なるほど。オリジナルスパイスもあって、うん、そうなんですよね。じゃあ残念ながらスパイスと辛いのが苦手っていう。そう、はい、本当にちょっとでも辛いの食べれないですよ。甘口なんですよ、いつも。そうですね。じゃあバターチキンカレーと2つなんですけど、1個大盛りで。はい、はい、これランチメニューね。ランチメニュージャンカレーランチ、11時半から14時、ミニサラダ付き、バターチキンカレー、キーマカレー、ひよこ豆のカレー、ドライキーマカレー、ちょい辛。本日のカレー、ダブルカレーってね、俺ダブルカレー食べたかったけど、まあ残念だな、辛いのほんと食べれないからさ。ということで、バターチキンカレー大盛りを頼みました。夜はね、バーみたいな感じかな。旅とカレーと音楽の店。金曜の夜は6時から23時。スパイス、まあ、いろいろね、スパイスをね、こだわってるんだね。ここのね、店主さんはね、シンガーソングライターですって。サラダ来たよ。これは何ドレッシングかな。お、なんかタコスのソースみたいな感じ。南国ドレッシングだね。あ、そうなんですか。へえ、お子さんでも食べれる感じね。それはいいですね。俺お子様の舌だからね。いただきます。大丈夫そうだったらこちらのスパイスを。はい、ありがとうございます。いただきます。うん、お、うまっ、うん、うまっ。一口食べておいしい。うん、これは人参と大根とゴーヤかな、これ。これならいいね。うん。うん。あ、人参合う。うん。本当に美味しいよ、これ。うん。チキンがね、見た目より大きくてね、口の中でね、ゴロゴロ言ってます。この野菜の酢漬けとカレー合うね、うん、あれ、福神漬けの代わりみたいな感じね、うん、やっぱこれなら俺3杯ぐらい食べれそう。スパイス効いてるね。汗かいてきたもん俺ね。
辛いのとスパイスは汗が止まらなくなってくるからさ。おいしいね、でも、うん、ペロッといけちゃうね。でもやっぱこれ以上辛いのは無理だもんな。これでギリギリセーフって感じ。さあ最後ペロッといただきますよ。うんうん、うまい。まあここのねジャンさんのね店主さんがねかなりこだわってねカレー作ってるみたいなんでね、まあ、本当にこだわりあるね美味しいカレーでしたよ。おかわりしたいぐらいだけどね、今日ちょっともう一軒ね行かないといけないことがあるんでね、ちょっとおかわりはできません。それが残念ですけどね。本当に美味しかったです。ヤマエロ今度連れてきてやめようかな。ヤマエロともね来ようよって言ってたんだよちょうど、うん、ヤマエロ連れてこれなかったのは残念だな。今日はね旅とカレーと音楽のお店ジャンさんからでした。はい、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。